しようぜ。どうですか、大盛り無料ですよ。ぜひとも大盛りでお願いします。とにかく俺は大盛り無料という言葉が大好き。この言葉のために生きているようなものだな。無料の大盛りライスうまいな。俺の名前は大盛り二郎。見ての通り食べることが何よりも大好きな45歳だ。仕事も食品会社の商品開発部門に入っている。なので味の研究を兼ねて外食することが多い。そんな俺には大好きな言葉がある。それが、ここの店も大盛り無料か。味もいいってレビューサイトでも評判だし行ってみるか。気になる店にも大盛り無料のサービスがあると知れば一発で入る。なぜ俺がそこまで大盛りが好きかというと、それは俺がまだ標準体型だった頃の話。今日も試食で食べ過ぎたな。今日はちょっと食べるの控えないと。でもがっつり食べたい。いらっしゃいませ、お席へどうぞ。なんて可愛らしい店員さんなんだ。俺は初めて入った食堂のおかみさんに一目惚れ。よかったらライス大盛りでいかがですか。今だったら無料ですよ。はい、大盛りでお願いします。セットのご飯は控えめにしようと思っていたのに、おすすめされたのが嬉しくて定食を大盛りで頼んでしまったのだ。以来大盛り無料という言葉に弱くなってしまい。どうも。あ、大盛りさん、いらっしゃい。今日もいつものランチセットでお願いします。ランチのメニューは大盛りでいいですか。はい、全部大盛りでお願いします。常連になった定食屋でも相変わらず大盛りでランチセットを頼む始末。気がつけば俺はこの体型になっていた。今の体重はここ数年は80キロを切ったことがないかな。体重計に乗ってないから正確な体重はわからないけど。はい、唐揚げセット大盛りですよ。ありがとう、おかみさん。大盛りさんはいつもたくさん食べてくれるから本当に作りがいがあるわ。俺もおかみさんの笑顔が眩しくて本当に食べがいがある。もうおかみさんのご飯を残す人なんていないでしょう。それが最近そういう人が多くてね。え？うちの店が大盛り無料をやってるって人気のブログに取り上げられたらしいのよ。そしたら面白半分で大盛りにする人が増えて。わざわざ大盛りにして残していくの？そう、写真だけ撮ってあとは食べないで帰っていく人もいるわ。お客さんに喜んでほしいから材料が高騰しても頑張ってやってきたけど、さすがにちょっと困るのよね。知っちゃられないです。食べられないなら頼まなきゃいいのに。そうよね、そうしてくれた方が私も嬉しいんだけど、そう思ってくれないお客さんもいるのは事実だから。おいおい、おかみさんの行為を踏みにじるやがらはだからどいつだよ。大好きな定食屋でマナー違反な食い残しが残っていると知って俺は不愉快になった。だったら頼まなきゃいいのに。俺は定食屋以外の店も大盛り無料の場所に行くのだが。先輩、そんなにご飯食べられるんですか？いいじゃない、ここのご飯めっちゃ美味しいしさ。俺は普通の量でいいです。たまには大盛りにしてみなよ。いっぱい食べられるのにもったいないじゃん。体が持ちません。まあ、だから細川くんは細いんだよ。いや、もうちょっと太った方がいいことは分かってるんですが。はい、俺のチャーシューあげる。え？いいから食べて少しはふっくらしな、俺みたいにさ。さすがに先輩はダイエットした方がいいかと。それは言わなくていいから。そしてラーメン店の大盛りご飯で俺が絶対にすることがある。ここにマヨネーズと刻みニンニクをぶっかけて、ラーメンの海苔で巻けば、うまい。ラーメンのこってりとした汁とマヨネーズの酸味、そしてニンニクのピリッとしたうまさが絶妙に混じり合って本当に最高だな。こうやって大盛りのご飯でいろんな食べ方を試すのも俺の楽しみ。
それとここのお米は秋田産の高級米を使ってるから、お米も甘みがあって美味しい。そういうことをリサーチするのも大好きなんだ。先輩は本当に何でも美味しそうに食べますね。だろ？ご飯を食べることほど幸せなことがこの世にある。細川くんも頑張って一杯食べないと。先輩みたいにご飯を美味しく食べる人を見てるとそうしたいって思えるんですけど、あ、ほら、ああいうのを見るとね。あれ？なんであんなに残してるんだ？たまにいるんですよ。SNS 映え狙って大盛りで頼んで食い残す人。材料費だって高騰してて店側も大変なのに、よくそういうことできるなって思っちゃいます。だから俺は食べられる分だけ食べればいいかなって。確かにそういう考えもあるね。あれはさすがにないよ。おかみさんの店だけじゃなくて他の店でも食い残しするやつがいるなんて。確かに大盛り無料は魅力的な言葉だ。でもそれはお店の行為で成り立っているサービス。そのことを残したやつらは分かってるんだろうか。まあ細川くんだけじゃなくて知り合いのほとんどが大盛りにしないけどね。細川くんは食べきれないから大盛り無料には手は出さないし、部長も無料の大盛りができるお店に誘ってもメタボ気味だからって大盛りにはしない。ネットで調べてみたが、男性もほとんどの人は大盛り無料には手を出さないらしい。まあ大盛りにするのって俺みたいに飯が好きなやつだけなんだろうな。食べられないからみんな大盛りにしないのはわかるんだけど、でも大盛りにしておいて食べ残すやつの気持ちはわからない。でも俺は大盛り無料が大好き。新しいお店を開拓しようと思ったけど、ここの大盛りも有料か。最近は物価の高騰のせいか大盛りが有料になってるお店が増えたな。新しいお店を開拓するときも俺は大盛り無料をしてるお店を探してしまう。それほどまでに俺は大盛り無料という言葉に取り憑かれているのだ。でも最近は大盛り無料のお店なんか減ったような気がするな。そりゃ材料費もバカにならないし、食べ残す客がいるんじゃそうなるか。新しいお店を探しても大盛り無料をやっているところがなかなか見つからない。まあ大盛り無料を頼む人も少ないし仕方ないのかな。そんな感じで俺がよく行く店は限られてくる。細川くんと一緒に行ったラーメン屋さんか、おかみさんのいる定食屋だ。おかみさん、今日も大盛りで。いつもありがとう大盛りさん。でも大盛りさん、いつもうちに来ると大盛りにしていくけど大丈夫？え、別に平気だけど。いや、大盛りさんここ数年でかなりふくよかになったなって。最近はそれに拍車かかってない？そうかな、少し体が重くなった気はするけど。美味しそうに食べてくれるのはいいけど無理しないでね。大丈夫だよ、体は健康そのものだから。でもおかみさんの言葉が気になって体重計に乗ってみると、はぁ、98キロ、嘘でしょ。俺は思った以上に太ましくなっていたのだ。でも大盛りは続けたいし、ご飯以外の間食を控えればなんとかなるか。うん、今日は夜食のカップ麺もちょっとやめとこう。でもちょこっとならいいかな。代わりにこっちのミニラーメン食べようか。これならお腹に優しいだろうし。だが翌日、なんかお腹が痛い、なんだこれ。俺は朝からお腹の調子が悪く、仕事中も何度もトイレに行く始末。さらには、こんにちは。いらっしゃいませ。って大森さん、大丈夫？え、どうしたの？顔が真っ青よ。はあ、ちょっと調子が悪いだけだよ。さすがに今日は大森やめます？大森を食べないで帰れってこと？それで俺、お腹いっぱいになるのかな。俺は真剣に悩んだ。みどりさんが俺を心配して大森は良した方がいいって言ってるのは分かってる。でもそれだと自分が満足できないんだ。せっかく無料でご飯がたくさん食べられるのに、しかもみどりさんの手料理だぞ。いや、大盛りで、絶対に大盛りにしてください。え、平気ですか？はい、平気です。
いつものように大盛りでお願いします。悩んだ末に俺はいつものように大盛りで定食を食べることに。無料でみどりさんの手料理がたくさん食べられるのにそれを我慢するなんてできない。だが定食を食べた途端、ちょっと大盛りさん大丈夫？ごめん、こんなこと今までなかったのに。俺は盛大に吐いてしまい定食を台無しにしてしまったのだ。俺は気持ち悪くなってしまい、みどりさんに迷惑をかけることに。ごめんなさい、その気持ち悪くて。大丈夫よ、少し休んでて。ここも片付けておくから。でも大森さん、今は休んで病院に行くことが大切。そうじゃない？おかめさん、だから今は休んでて。少ししたら病院に行ってくださいね。診断の結果、俺は季節性のインフルエンザにかかっていることが分かり、会社を休んだ。そして数日後。久しぶり。大森さん、もう大丈夫なの？うん、よく休んだし、薬ももらったしね。今日は大盛りにする？いや、普通でいいや。まだ本調子じゃないし。わかった。じゃあ普通の量で、いつもの定食ね。お願いするよ。その日、俺は久しぶりに大盛りを頼むのをやめた。大盛り無料は店の行為によって成り立っている。それを無駄にしないためにも、無理に大盛りを食べることは控えようと思ったのだ。この前みたいに、せっかくの定食が台無しになるのは嫌だしな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。